脱ハンコ、今話題です。河野行革担当大臣も全省庁にハンコの廃止を要求しました。ところで、日本一のハンコ生産地をご存知でしょうか。東京から陸路で2時間くらいですかね。山梨県に行ってきました。ただお前らもハンコいらないって言いに来たのかというものすごい剣幕だったんですね。脱ハンコみたいなメディアが騒ぎすぎて、騒ぎすぎですよね。騒ぎすぎ、残すべきじゃなくて永遠に残るものだから、今回の IT の問題とハンコって全然結びついてないんですよね。それは終わってますよ。とにかくそのハンコを悪者にするというか、百何十年以上の文化を支えてきたこの地の方々が今どう思ってらっしゃるか、おそらくその今の推進派、GMO をはじめ弁護士 .com かな、まあ、ああいうところがこういうことを好機と捉えて自分たちのシステムを売ることを今一生懸命やってると思うんだよね。それも商売だからわからないこともないけど、自分たちのシステムをよりいいものを進めればいいんですよ。あえてハンコって言ってほしくない。政府の言う意味もわかるのね。言い方とかやり方をね、考えてもらいたいね。あれが廃止っていう時はね、踊っちゃって、なんだかハンコなくなるのかいっていうね。ここ富士山麓の、市川三郷町というですね、甲府から南に15キロほど、実はここ日本のハンコ生産の半分以上、 50% 以上を占める日本一のハンコの里として知られる町なんですね。あれ見えます、あれ、およそ至る所の街灯にハンコマークがついてます。2018年にも政府のデジタルガバメント構想を受けて、会社の印鑑届出義務が廃止されようとしてきました。しかしハンコの召集感はなくなりませんでした。山梨県にあえてこの自民党の印象シグナルというのも作ったし、それでね、まあ、ハンコは残すべきもんだと、まあかなりの国会議員を巻き込んで運動しました。私は本当生活がかかってるということで立ち上がったんですよ。120年ぐらいですかね、明治時代から制度が始まってるんで、その積み重ねで来てるわけですけど、本当にバブルの時は本当に盛んでしたね。当時は印象業振興協議会か、そういうものがありまして、そこに入ってる会員だけでも100名ぐらいいたのかな。その100名の方々の下というか中にはお弟子さんがいたりいますからね。だからその何倍っていうぐらいは携わってたということになりますね。今はもうね、激減しましたね。いや、一番苦しいですね、今まででね。やっぱり今も言いましたけど、デジタル化とコロナのダブルパンチですからね。いろんなもん買い物する、大きな買い物するには実印使ったり、例えば家を買ったり車買ったりとかね、あといろんな契約にも反抗しますね。結局経済が活発に動かないと反抗って使いませんから。ああいう御朱印ブームみたいのがあるみたいで、お寺の反抗とかね、こういうのもあるでしょ。これ神事ってことだな、神の反抗という意味ですね。全部手で彫るんです。これはね、雲、周りは雲なんです。神様は雲より上にいますから。雲っていう字は下の部分だけでも雲って読むんです。雲ぬんの雲でしょ。それがこのハンコにはこの四隅に入ってるんです。私の天国の師匠がよく言ってました。職人はね、難しい仕事をね、簡単にやっちゃうのが職人だよって。芸術家はね、簡単なことを難しそうにやるんだよって。脱ハンコと言われている人たちが言うのは、ハンコって言ってるのは三文版なんですよね。あれは同じものがいっぱいあります。で、我々がここの地で目指しているものは、職人が筆で字入れをして印刀で一本一本彫ってやる仕事なんですね。それは職人さんがたとえ同じものを二本続けてやったとしてもできないんですよ。まあ唯一無二って
言ってますけど、これをうちの町では売りにしてますね。ハンコの里の人々が最も怒りをあらわにしたのが、今年4月の経団連の中西博明会長の発言でした。ハンコは全くナンセンスと発言した直後、真っ先に反論した山梨県の長崎幸太郎知事が取材に応じてくれました。要はハンコはナンセンスだという発言自体がナンセンスだと、うん、まあ、要はテレワークの推進とハンコというのは